少ないでもみんなで奪い合うわけですよ。そうだから私ディレクターに言われたことがあって、はいはい、一番使えないアナウンサーっていろんな多趣味、うん、私これもできるこれもできるこれもできる、うん、何かに特化しないと、うん、君は何に特化しようと思ったの？グルメ、もうグルメしかないっていう感じで、逆に確かにあのまあこの手のことすれすれだけどさ、その君いつも何か食べてるよね君と沖田さんの机ぐらいで常にお菓子が散乱してるのって多分そうなんですよ。食べることが本当に心の支えなんですよ。友達もはや食べることが友達食べながら ありがとう今日も私の胃に入ってくれて、うん、ありがとう私の元気になってくれてって思うのが君にとってそのだから食べるという行為は栄養を摂取するとか生きるために必要なことではなくて、パン屋をだと友達だとそう、糖分は友達怖くないっていう、そのコメントは良くないけど表情はいいっていうことで、あ、美味しそうに食べるよね。本当ですか？本当に意識したことなくって、なんかそんなに美味しくないんじゃないかなと思うものも本当美味しそうに食べるよね。なんか美味しくないもの食べた時に、ん？面白い味ですねとか言っちゃえばいいとか言われたことが一回あって、私本当にそういうことが一回もなくて、ああ本当にもうコメントはいらないから表情だけでいいって言っていや本当にないですね。好き嫌いは？ないです。ないない、もう何でも好きです。人の好き嫌いは？ある誰が嫌いなの？ちょっと待って、そこはさ違う。わかります？全然わかんない